は、どうも、弁護士山下です。あの今あの、足立先生からの非常にあの裁判をやるという提起もございました。あの私自身はあの秘密保護法の、ね、先ほど言ってましたようにね、秘密保護法の訴訟2つ、東京と横浜の訴訟代理にありました。で裁判は、まあ、結局、あと静岡とですね、広島であの行われた、広島の訴訟はまだ 現在、最高裁上告中でございますけれども、まあ、いずれにせよ、本当は私も今、足立先生言われたように、全国のですね、あの高裁所在地のほかですね、に起こせるような、つまり東京に一箇所に集まってしまうと同じ判断になりますので、やっぱりいろんな別のところに分かれた方が良いと、まあ、そういう意味では今回広島はですね、あの広島 高裁を経てきているので、まあ、もちろん最高裁は一つですけども、まあ、広島高裁行ったというのは、まあ、そういう意味では意味があったというふうに思っております。で、あの私のですけども、まあ、あのこのチラシ等では非常に大きなあの演題が与えられているんですけども、まあ、私のからはあの法律が施行された後ですね、法務省の方があの解説、あのこの放送事法というか、この拡大コピーしてますけど、放送事法11月号というつい最近出たあのものに、あのその解説、まあ、もともとはあの今年の秋ぐらい、9月ぐらいからですね、あの刑事局と法務省刑事局という名前での解説書がすでにまあ皆さんも入手されていたと思うんですが、これが正式にこの放送事法という雑誌にですね、放送事法というのは基本的にあの裁判所とか法務省がですね、大体こういろんな記事を出しているという、まあ、そういう意味では非常にあの公式なですね、もので、特に法律の解説は必ずここに載ります。かつてのいわゆる組織犯罪対策3法もですね、あのここに載ったのがベースで、その後本になった放送会からですねまとめられて本になっているので、今回のやつもおそらくいずれ本になると思いますけれども、まあ、そういう意味では非常に重要な、あくまでこの法律の解釈について、法務省、まあ、立法当局がどのようにこの法律を解釈しようとしているのかということがですね、書かれているという意味で非常に重要なものであると思いますので、ぜひ皆さんもですね、あのもちろんあの一人一人買う必要はないんですけども、あのぜひあの入手していただければと思います。で最後の方にはですね、一覧表が別表代表に掲げる罪がですね、一覧表になって載っておりまして、そこにはあの法定刑とかですね、そういうことも全部載っていて、非常にまあそれはあの資料的価値もあります。で私の方からお話したいのはですね、まあ、実はこの間国会で、先ほど、まあ、足立先生も言われてました、国会の審議ですね、極めて不十分な審議ではありましたけれども、それにしても、まあ、ある程度国会で審議がされました。で、皆さんご存じの通りですね、まあ、法務大臣、当時の金田法務大臣はあまり答弁能力がないということで、林経理局長がもっぱらほとんどですね、あのこの法律の解釈については答弁をされていたことは皆さんあのご記憶に新しいと思います。で、ただですね、この今回一番問題になるのはですね、組織的犯罪集団というですね、もともと10年前のもともとの共謀罪法案にはなかった、法案自体にはなかった共謀、そうですね、まあ、前は単に団体の活動としてという形で、団体のについての制限、それを限定するような文言は何もなかったわけです。ただ解釈としてはもちろん組織的犯罪集団というものをイメージした解釈はされていました。ところが今回やはり一応限定するんだというようなですね、政府の口ぶりといいますか、あの中で組織的犯罪集団という言葉をわざわざ法律の文言として書き込んだということがあります。ただこの組織的犯罪集団がじゃあ何なのかということに関してはかなりその答弁がですね、揺れ動いたといいますか、最初はかなり何というか、いかにも限定的な解釈をしようと、例えばいわゆる目的ですね、そのもちろんこの目的ということがもちろんこの定義規定の中にも、ね、あるわけですけども、ただその目的といってもいろんな目的の捉え方があるわけです。で当初はやはりその団体の目的、例えば、まあ、私などがよく言ってたんですが、マンション管理組合がですね、隣に新しいマンションが、高層マンションが建つと、自分のこのマンションの価値が下がるので、建設に反対しようという、まあ、そういうことで、いわゆる組織的業務妨害をすれば共謀罪になるんだという話を、まあ、私も結構あちこちしたんですが、当初ですね、法務省、まあ、この林経理局長はそういうのは目的として別におかしくないと、別に自分のところのマンションの価値が下がるのにだから反対だということは目的として何ら違法ではない、不当ではないということで、そういうものは別に違法な目的じゃないんだという説明をされておったんですけども、参議院のですね、に移った後からだんだんですね、その目的と
その組織的犯罪集団の関係が少しずつこう変わってきていてですね、もう明確に参議院になってからは、あの目的がいかにあの、まあ、立派な目的であっても、いわゆるそのですね、まあ、人権擁護団体であるとか、そういうような立派な団体であっても、その実態というかですね、それは単なる名目に過ぎない場合にはですね、やはりなり得ると、組織的犯罪集団になり得るということが、あの言われるようになったわけです。で、明確に出すから当初の言ってたあのもうその目的の捉え方というのが変わってきていると。で、この今回のですね、この解説書ではそれがどうなったのかということでございます。で、あのまあレジュメにも引用しておりますけれども、ですね、レジュメは丸10のところであります。資料の丸10です。その中 の、 あの3今3番のですね、1番の組織的犯罪集団についてというところ、1枚目 の、 最後の下の方をやっております。それで、ですね、ここにあの、まあ、解説は今のような、ですね、国会審議を経て、この法務省が9月ぐらいに作ったものなわけですけれども、これ、例えばある団体が崇高な政治上の主義主張の実現を対外的に掲げているものの、当該団体の構成員が共通して暴力的破壊活動等の犯罪活動によってその実現を目指しているなど、団体の構成員が共通して特定の手段によって共同の目的の実現等を目指している場合には、その手段のみを分離することはできず、一体として共同の目的となると考えられる。したがって、ある目的を実現するための手段が別表第三に掲げる罪の実行であり、団体の構成員が共通して別表第三に掲げる罪の実行によってその目的の実現を目指している場合には、結合関係の基礎としての共同の目的は別表第三に掲げる罪を実行することにあると考えられる。こういうふうに、まあ、この解説書で117ページから118ページなんですけど、と述べられています。でこれはまあ先ほど言った、どっちかというと参議院ぐらいから言われてきたものをさらに整理したものと思うんですけれども、ですね、要するに、まあ、要するに手段ですね、目的、団体の目的というよりも、その何かやろうとしている手段を非常に重視するんだということをこれは言っているわけであります。したがって、あの今さっき言った管理組合、マンション管理組合が隣にマンションが建設されるのを阻止するために、あのマンション管理組合で、まあ、多数決で決議をしてですね、あのマンション管理組合の組合員がその入り口を封鎖してですね、このトラックが、あの荷物が、その資材を運べなくするという、その組織的威力業務妨害罪をやろうというふうに決めたとしたら、それはマンション管理組合としてはもちろんマンションの管理運営ということが目的なわけですけども、手段をですね、重視するんだと。手段がそういう、まあ、別表第三に掲げる罪、をやることを、まあ、それを実行することにある場合には、基本的にはそれはあのまさにここで言うですね、結合関係の基礎としてのですね、共同の目的に当たるんだというふうに解説をしているわけであります。これはだからさらに言うと、私は先ほどの参議院の議論をさらに一歩進めたものだと思いますけど、要するに手段が問題であると。だからその警察やなどから見てですね、あの団体はあの何て言いますかね、その手段としてこの悪いことをしようとしていると、それがこの別表第三に掲げる罪に当たりそうだというふうに思えば、それはもう組織的犯罪集団とみなしてよいということになるわけなので、これは非常にあのまあ、ものすごくだからそのこれまでの説明をですね、かなりそういう意味では手段の方にかなり寄せて解釈をするんだということを明確にしたものとして、私たちは理解する必要があると思います。で次にですね、もう一つあの同じくその関係で言うとですね、もしですね、あのまあ、よくありますけど、例えばオウム真理教のケースで、実はこれは国会で議論されたんですが、オウム真理教のケースというのは、まあ、オウム真理教自体はこれは宗教団体であったわけですけど、その中の一部の幹部ですね、まあ、あの教祖を含めた一部の幹部の人たちが、あの要するにサリン事件、地下鉄サリンとかですね、松本サリン事件とか、いろいろそういうことを やろうとしたわけですけども、それはでもあくまでそれはオウム真理教全体の宗教団体そのもののですね、とは違うわけですね。ごく一部の人しかやってないわけです。共同の目的、つまりその宗教団体の共同の目的として、サリン事件をやるというような、つまり殺人事件をやるというようなことはですね、言えないケースなわけです。でこれについてあの国会の中の議論でも林さんはですね、まあ、これは場合によってはその幹部の人たちだけの集まりを、これをまた組織的犯罪集団というふうに見ることも可能かもしれないみたいな、そういう少し曖昧な言い方をしたわけです。ところが今回の解説書ではそれは明確にも、それはそういう場合は組織的犯罪集団というふうに認定することが
可能になると、可能であるということをまあ明言したわけですね。そうなりますと、既存の団体ではなくて、既存の団体の中のごく一部の人たちが何か悪いことをしようとしているというふうにですね、警察が見なし、その人たちの集まりをですね、まあ、そういう意味ではこの法律上で言ったら2人以上でいいわけなんですが、そういう集まりをここでいう組織的犯罪集団というふうに認定することができるということをこの解説書は明言しているわけですので、そういう意味では存在してない既存の団体ではない、まさにその既存団体の中のごく一部を捉えて、それを組織的犯罪集団と捉えることによってこの法律を適用することが可能になるということをですね、はっきりと明言している。そういう意味では国会での議論以上にですね、さらにそれをさらに一歩進めて明確にしたと。要するに組織的犯罪集団というのは、だから要するに非常にやっぱりもともと言われたように曖昧であり、極めて広く適用されるものであると。そういう意味ではどんな団体であってもですね、市民運動団体、労働組合、さらに会社組織、どんな団体であってもこれはなり得る。あとはもう その捜査機関がどう見るかということで決まると言っても良いと思うんですね。そういう意味ではもともとこの組織的犯罪集団という、そういう概念を入れたから限定したというようなですね、政府の説明というのが全くやっぱそうではなかったということがですね、この図らずもこの法務省の解説からも明らかになりましたし、やっぱり非常に広く適用していこうという、そういうことがですね、ここに非常に色濃く現れているということになります。まあ、そういう意味で今回ですね、ちょっと時間の関係で準備行為の方は省略しますけれども、いずれにせよ今回かなりこの法務省の解説というのはですね、そういう意味ではかなり国会の議論をより一歩進めて、さらに適用しやすくするというかですね、運用しやすくするという形で、もちろんこれはもう全ての現場のですね、警察官または検察官がこれは当然読んでですね、それに基づいて捜査を行うわけなので、極めてそういう意味では、まあ、彼らにとってのこれはある意味でバイブルということですから、そこにそう書いてあるということはですね、そういうふうに私たちが捉えていかなければならない。国会の議論はどうも、最初の頃はもうとにかく限定したということで、いかにも限定したかのような解釈を展開していたのが、だんだんこう時間とともに参議院に移ってからだんだん曖昧になりですね、そしてこの改正書をもってやはり本音が出たというふうに私としては思うところでございます。そういう意味で非常に国会審議でも問題になっていたんですけども、この組織的犯罪集団という捉え方が非常に極めてやっぱり曖昧であり、いかよりでも拡張できる、そういうものとして使われていると。しかも国会の議論ではやっぱ参議院になって以降よりはっきりしたんですけども、そもそもその組織的犯罪集団の構成員が構成員でなくてもと言いますかね、構成員でない人も関わることができる、この犯罪共謀罪に関わることができるということを明言しているところでありまして、そうなるともう何の限定もないことになりますから、要するにその周辺ですね、その団体の周辺にいる人も全部含めてこの共謀罪を適用することが可能であるということは、国会とりわけ参議院によって明言されているところなわけなので、非常にものすごく曖昧であったということになります。またレジュメの2枚目の2枚目に書きましたけれども、これは国会答弁で述べられていたわけですが、要するに非常に今回要するに処罰の早期化、この共謀罪というのはまさに処罰を早期化すると。これまでは原則としてはやはり実行の着手といいまして、かなりこう現実的なですね、法益侵害の現実的な危険性がある行為があって初めて、着手があって初めて犯罪をその処罰することが可能であったのに対して、今回は何もまだ危険がない、何らの法益侵害に対する何らの危険がない段階からでもですね、適用可能である。いわゆるその実行準備行為といっているものについても、別にそれは法益侵害の現実的な危険性がなくても良い行為である。要するにその、まあ、なんて言いますか、その計画をですね、実現するにのって必要だと思われる行為でありさえすれば良いということですので、非常にだからその処罰を早期化したわけです。で、当然処罰を早期化するということは、捜査を早期化することでもあるわけであります。で、まさに今回、林検事局長はですね、いわゆる逮捕とかこうですね、家宅捜索というような強制処分、強制捜査については犯罪が全部終わった段階、すなわち計画プラスですね、実行準備行為が行われた段階で初めて可能になる、犯罪が成立して初めて可能になると言っているんですけれども、任意捜査に関してはですね、計画が出された後ですね、その後実行準備行為がなされる極めて蓋然性が高い、蓋然性のある改善性を持ってですね、間もなくおそらくこれは準備行為されるだろうという段階から
任意操作可能である、そういうふうに答弁しているところです。ただ理論的に考えるとやっぱり計画より前から本当はできるはず、計画自体が非常に蓋然性をですね、高い十分な蓋然性を持って出されたとしたら、やはり出されるというふうに考えられれば、本当はその前の段階、計画より前の段階から任意操作が可能であるとも考えられるんですけども、一応そのいかにも抑制的にですね、計画が出された後に実行準備行為の前、実行準備行為が十分な蓋然性を持って出されそうだときにから任意操作可能であると言っております。ただ私はそれは理論的にはやはり計画より前から可能であると思いますし、まあ、仮にそれがそうでないとしても、少なくとも捜査ではない、いわゆる予備犯罪予防活動、まあ、行政警察活動ですね、いわゆる公安警察が行う行政警察活動というのは別に捜査ではなくて、いわゆる調査と言いますけれども、要するにそれは別にそれとは関係ないことですので、当然それは計画より前からできる。さらに言うと、日常的に特定の団体をずっと監視するということは、当然この行政警察活動としての、まあ、公安警察の活動としてそれは当然出されるとは思いますけれども、いずれにせよ捜査が早期化するということはですね、まあ、明らかなわけです。それが277もの罪に関して可能になったということです。そういう意味でですね、これまでとはやはり明らかに変わるだろうと。で、私はやはりそのいわゆる公安警察と刑事警察がこれまでは、まあ、全く別、まあ、別に活動してきたと思うんですけども、もうすぐ終わりますから、はい、と思うんですけども、今後おそらくそこは一体となってですね、やっぱりその捜査を行うだろうと。どうしてもやはり日常的な監視というのは、これは公安警察でなければできない分野ですから、そういう日常的な監視を行う公安部門と、それからまあそのいわゆる本当の捜査を行う刑事警察部門がですね、一体となってこの共謀罪に関する捜査を行うようになるであろう。そういう意味では今回の法律ができたことによって、またこの法律の制定を急いだ理由というのは、やはりそれを理由としてのですね、新しい組織またはその人員ですね、警察のですね、人員を増やす、また予算を増やすということもあって、7月というですね、段階で急いでこれをですね、施行した。そうしないと予算に間に合わないわけなので、そのこともありまして、おそらくしただろう。だから要するには今後新しいその捜査部門、またはですね、その人員の強化、そして予算の獲得、そういうものが今後出されていくことは間違いないというふうに思われます。そういう意味でまだ今現在はまだ適用した例はありませんけれども、おそらく年明け来年にはですね、来年中にはおそらく適用されるであろうと思われますので、それに向けておそらく今着々と事案をですね、選び、一番、まあ、争いがないといいますかね、確実に有罪が取れる、争われないような事案を選んでですね、この共謀罪を適用する、そしてその、まあ、実績を作るといいますか、それを前提実績にして次々とそれを拡大適用していくということが、まあ、彼らの狙いであるというふうに思います。まあ、そういう意味でやはりこの法律というのは非常に歯止めのない極めて恐ろしいですね、何もでも拡張していくことが可能なものとして作られた法律ですので、私たちとしては目の前のですね、例えば具体的に目の前でなんか、例えばいわゆる暴力団に対して共謀罪が適用されたからだから良かったとかではなくてですね、まあ、やはり確実に私たちに向かっていずれ必ずこれが適用されていくということを考えてですね、この法律の問題点、危険性について改めてこの法務省の解説書なども含めて検討していく必要があるのではないかというふうに思っているところでございます。まあ、そういうことで以上で私のお話をさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。